ヤンキース7、9オリオールズ、25日、ニューヨーク。ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が6点を追った9回に4戦連発となる57号スリーランを放った。動画、ジャッジの一発マジビビる強烈打球音がすご。真ん中付近に甘く入ってきたスライダーを一線、強烈な打球音を残して飛んでいった白球は左中間のブルペンへ飛び込んでいった。大敗していた中で空席が目立つスタンドに残っていたファンは大喜び。MLB キング独走となるアーチだ。打点も142となり、キャリアで初めて140の大台をオーバー。大谷翔平が50本塁打、50盗塁を超える歴史的なシーズンで、ジャッジも数字を積み上げている。チームはすでにポストシーズン進出を決めているが、追い上げ虚しくオリオールズに敗れた。